この度は、令和5年度経済産業省委託事業、中堅中小企業向け、新帰国税制及び税務ガバナンスに係る情報提供オンラインセミナー、各国地域の税制概要とホットタトップキス、香港編をご視聴いただき、ありがとうございます。デロイトトーマツ税理商人で国際税務業務を担当しております、パートナーの藤村隆と申します。本日は、香港の税制概要について解説したいと思います。 まず居住者の定義でございますが香港地域内で設立された法人もしくはマネジメントの中心地が香港の中にある法人が香港税法上の居住者という定義とされております居住者のですね課税範囲はいわゆるテリトリアル課税が適用されておりまして香港源泉所得のみが課税対象となるということでございます 税率はですね16.5%がいわゆる標準税率でございまして200万香港ドルまでは8.25%の税率ということでございます。課税年度はですね会計年度とされております。申告の不期限ですが税務当局が発行するですね申告書に記載される期日までに申告ということになっておりまして えー、通常、ですね、まあ、4月初旬に、えー、申告書を発行され、まあ、申告書発行日より1か月以内にですね、えー、申告していく必要があるということでございます。まあ、一定の場合には、ですね延長が可能ということになります。えー、時効に関しましては、えー、原則としては、えー、課税年度終了からですね6年とされておりますが、脱、えー、税等のですね違反、えー、意図的な違反行為と、えー、見なされる場合にはですね、 ま、最終10年まで延長されるということになります。課税所得計算のですねえ。詳細についてこちらのスライドで記載されております。課税所得はですねえ。税引き前利益にま一定の調整を加えて課税所得を計算してですねそちらに税率をかけてですね。税額を算出していくというところで、ま基本的には他国と大きく変わらないかな？というように思います。 損金参入項目として、ですねキャピタルロスは損金参入となるということでございますし、あとは支払い利子は、ですね課税所得と対応するようなです、ね、支出にのみ損金参入されるということでございますので、ご注意いただければと思います。受け取り配当ですが、原則として非課税となってまして、 キャトルゲームもです、ね、同様に原則非課税とされておりますただですね取引により生じた利益は課税される可能性があるということでございますで最近のです、ねまあ、ホットトピックといたしましては特定の願望、ね、厳選所得についてはです、ね、課税の対象となるというところが定められておりまして2023年1月1日以降ですね香港のです、ね、受け取り法人が 特定の外国源泉所得をですね得た場合、こちらですね、一定のですね要件を満たさない場合には、ですねこちら、香港域内のですね源泉所得とみなされて、香港で課税される可能性があるということでございます。こちらですね、最近入った改正で、ですねこのようなルールが設けられているということでございます。繰り越し欠損金については、ですね繰り越し期限が無期限ということになりますが、 まあ一方で、繰り戻し還付はまあ認められないということになります。えー、工場限度額もです、ねまあ、所得とプロに当てていけ,るいけるということでございます。えー、次にです、ね、日本から香港に投資した場合のです、ね、投資後の果実に対する課税関係についてです、ね、こちら記載をさせていただいております。えー、香港にです、ね、投資した場合のリターンとしては、まあ、こちら記載してましたとおり利子、配当、 使用料、まあ、こういったところがですね主なリターンというところになろうかなと思います。でこれ国内法上と、ですね租税条約上の定めを見比べて、まあ、低い方のですね税率を適用していくというところが原則的な考え方になるんですが香港は、ですねあの源泉税については世界的に見てもですね非常にまあ緩やかなですね課税納税者にですね フレンドリーな税対系を引いているということもありまして、利子配当については、国内法上もですね源泉なし、使用料もですね非常に安い源泉税がですね適用されるということになります。はい、こちら、ですね、まあ、国内法上で定めのある通りですね支払い配当、支払い利子いずれも、ですね源泉税がかからないということになります。 えまた、こちらですね、香港側の貸付金利息が非課税の場合のまあ、日本の親会社の支払い利息というところでございますが厳選税ではなくてですね、まあ、損金参入、不参入というところでいくとえこちらですね、まあ、原則とした損金参入になるということになりますなおですね、香港においては貸消資本税制導入されていないということではございますが無条件でですね、利息が 損金にになななるわけでは、まあ、決しいいいいというととうううころが、えー、注意点かなというように思います、えー、香港におけるです、ねえーまあ、撤退というところがあった場合の、えー、課税関係でございますが、えー、香港ですね、キャピタル減価課税、えー、非課税というところになりますので、えー、日本からです、ね、香港に投資したあ株式をです、ね、譲渡したとしても、まあ、香港での課税が生じるということは、まあ、原則として考えにくいということになります。 また、生産時のですね分配配当に関する課税というところも、配当についてのですね減税税がない、もしくはキャピタル減課税がないということになりますので、こちらもですね特段大きな税務上の留意事項が、一般的に考えるとないとということになりますえ次に、ですね香港に子会社で進出するのか、支店形態で進出するのかという違いについてですね。 比較させていただいているスライドになりますが、まあ、この記載の通りですね香港に限って言うと、子会社支店、どちらの形態でですね進出したとしても、大きなですね課税関係の相違はないということになります。従いまして、ホームですとか、授業ですとか、そういったところの観点で進出形態をですね基本的に決めていただければなというように思います。 はい、雇用にかかるコスト等というところでございますま雇用をですね、従業員雇用していく場合にはですね一定のですね、教室金というところが求められるというところでございますのでお給料に関する負担という以外にもですね香港政府に払っていくコストが一定程度あるというところご留意いただければと思いますまた、印紙税のですね、取扱いもございますので例えばあの株式場とですね、キャピタル減価税が ないというところではありますが、こちら、飲酒税の取り扱いありますので、全くあの税金がゼロというわけではないというところは、ご留意いただければと思います。その他ですね、まあ、付加価値税、まあ、該当なしというところが、まあ、少し特徴的なところかなというように思います。香港ですね、まあ、ただでさえ税率が非常に低い国ではありますが、研究開発に関するですね優遇等も行っております。 えそうですね支出額のまあ100%向上がですね、えー、可能な場合等、えーえー、場合によってはですね200% 300%向上というところもですね、えー、可能性があるというところになりますのでまあこういったところをですね R&D 機能をですね誘致したいという、えー、香港政府のですね思惑がまあ透けて見えるところかなというように思いますまたですね固定資産についても一定の資本的支出についてはですね 原則としては損金になりにくい国でもあるんですが、一定の機械ですとか、設備、ハード、ソフトというところに関しては、ですね、即時償却のですね、余地があるというところでございます。その他、ですね、環境保全に対する優遇措置ですとか、一定のですね、財務統括会社というところの所得についての優遇措置などがございます。 香港ですね、金融非常に発展しているというところで、香港にトレジャリーセンターを置く、ね、という会社も参見されるところではございますが、そういった産業はです、ね、香港政府としてもぜひ来てほしいというところで、一定の優遇措置をです、ね、設けているということでございます。そのの他です、ね、特定産産業業ににつついいててももこちらは まあ積極的に優遇税率ですね、まあ、8.25%ということでえ、通常の法人税率のまあ半分程度のです、ね、税率を、えー、適用し得るというところでえ、誘致に積極的になっているというところでございます。P 課税につきましては、所税条約上の取り扱いをこちら、記載しておりますが、MRI にですね、まあ、最近、えー、署名発行したということはございますが、 PE に限っては、ですね蘇生条約含めても、えー、特段、特筆すべきところはないかなというように思います。また、MLI に関するですね PE 条項についても、まあ、香港側は署名しておりませんので、えー、ここについてのオーバーライドは、えー、基本的には生じないということになろうかと思います、はいえー、と香港におけるですね税務調査からですね異議申し立て、税務訴訟の一連のプロセスをですね、 え記載をさせてていいただいております、えー、こちら、ですね税務調査がありまして、まあ、意義があり、えー、それを争って、まあ、最終的には、ですね終身、えー、本位へ上位国というところが、えー、まあ納税者に認められる権利というところになります。まあ、税務調査ですね、えー、ま,あまずその書面のですね問い合わせのもとに、ですね状況によって実地調査が行われるというところでございます。 ホットトピックスということでございますが、外国栄選所得非課税制度のです、ね、適用というところでございまして、こちらですね、一定の,その条件を満たすと、その外国栄選所得に該当してです、ね、非課税というところになるというところでございます。こちらですねあの経済的実態の有無によって 課税ポジション課税するされるかどうかというところが変わってくるというところで、まあ、納税者もですね関心も高いところではございますが、こちらについてはですね、まあ、事前紹介制度がですね整っているということでございます。またですね、香港に銀行口座と登記住所のみをですね有する貿易会社のですねこのソースルールに関するま争いがあったというところで。 こちら、ですね一旦納税者有利のですね判断が下されているというところでございますただ、何をもってですね香港ソースなのかそうじゃないのかというところは多分にですね議論の分かれるところが大きいかと思いますのでもしそういったです課税関係に迷われるシーンがございましたらぜひ信頼できるアドバイザーにご相談いただけると良いのかなというように思います。 はい、えー、ピラー2のです、ね、法制化状況というところでございまして、えー、こちらですね、えー、グローバルニューアル課税への適用については、えー、前向きな姿勢を見せているものの、えー、こちらのですね、資料を作成した段階においては、ですね、えー、特段の法制化等まではですね、行き着いていないという状況でございます。 こちらですね、今後の法案のアップデート状況というところは、留意いただく必要があろうかと考えます。はい、次に、ですね香港の移転価格税制の概要等というところをご説明していきたいと思います。香港におけるですね移転価格税制、2018年7月13日ということで、まあ、比較的最近導入時期ということになります。 で関連者の定義は国によって大きくです、ね、判断異なるというところでございますがい、まあ、ったんのです、ね、50%というです、ね、持ち分関係、議決権関係というところが大きなメルクマールになるというところでございます移転価格調査の時効はです、ね、原則6年とされておりましてその他です、ね、独立企業価格のです、ね、算定方法は ま一般的なです、ね、手法が認められるということになります。で日本との、ね、APA の適用可能性、マップの適用可能性というところでございますが、実務上の適用可能性ありということですので、香港をです、ね、ハブとして大きな内部取引があるというような場合には、まあ、APA ともです、ねえー、検討いただいてもいいのかなというふうに思います、はいえー。香港ですね、ローカルファイルの制度がございます。 え原則としてですね、ローカルファイルを、えー、提出しないといけないわけですが一定のですね、小規模の法人ですとか、えー、まあ取関連として取引が非常に少ないという場合には作成が免除されるという立てつけになっております作成言語はですね、英語が認められているというところはですね、まあ、非常にポジティブなところかなというように思います。 マスターファイルに関しましては、こちらはです、ねえーまあ、ローカルファイルと、えー、同様とということになっております、はいえー。国別報告書でございますが、えーまあ、香港外にですね、所在する最終予会社がですね、えー、国別報告書の作成、義務付けられていない場合には、こういったところを出さないといけないという可能性はあるんですが、まあ、日本はですね、えーまあ、皆様、基本的には、 CBCR、提出、えー、義務あるような場合には、ですね CBCR 出されていると思いますので、まあ、そちらがですね、えー、共有されれば、ですね、えー、基本的には提出義務、は新たな提出義務というところは、えー、ないのかなというように考えられます、えー、移転価格調査におけるですね、まあ、トピックスというところでございますが、まあ、そうですね、えー、やはりあの関連投資家間取引は香港に限りませんが、 質問数増えているというところでございますでローカルファイルですね定数要求されるケースというところもありますので、えー、こちらですね規模一定規模以上のですね法人様につきましてはローカルファイルまだですね未整備ということであれば早急に整備いただく必要があろうかなというように思いますまた連続赤字ということですとまあ、移転価格のレンジがですね、えー、逸脱しているという可能性が まあ、高い調査でもございますので、香、ま、港、あえーまあ、にもこれも限りませんが、えー、そういうような場合には、ですねやはり移転価格のポジションをです、ね、よく検討いただく必要があるのかなというように思います。まあ、やはりですね信頼できるアドバイザーをですね利点して、まあ、適切に移転価格問題に対応するということが、えー、望まれるかなというように思います。はいえー、移転価格税制のですね動向といたしましまては まあ質問数ですね、えー、増えてるというところが、まあ、あ,のありますと、あとはですね、また、あ、APA のですね、審査同胸というところですが、えー、こちらですね、まあ、対応時間が短縮しつつあるというところと、まあ、APA 申請件数ですね、今後増えていくんじゃないかというところもありますので、えー、香港のですね、法人で、えー、巨額の取引している場合というのは、 APA は非常に大きなですね、武器になる可能性があるかなというように考えられます。b e p s 2 0ピラ l a 1 d h b の議論状況ということでいくと、現時点では議論まだ活発ではないというところでございます。以上、各国地域の税制概要とホットトピックス、香港編について解説いたしました。本日解説した内容が 海外に事業展開する企業の皆様のお役に立てたのであれば幸いでございますアンケートにつきましては別途本セミナーの URL をお送りしたメールにリンクを貼り付けてございますのでそちらからご回答くださいお手数ではございますがよろしくお願いいたしますまた本セミナーに関するご不明な点やご質問などございましたらアンケートフォームよりお問い合わせください本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました